丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話ししてくださるのはこちら、嵐洋一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、嵐洋一さんとは何者かという話はね、ここまで、前回と、はい、してもらってるかな、はい、あとは一応これがね、どういう順番で出るか分かんないんで、一応自己紹介していただいてもよろしいですか。旅行作家をやらせていただいている嵐洋一です。はい、嵐洋一さん、杉並区出身、訪問国は93カ国、特に好きな地域は南米と出ておりますが、はい、その通りでよろしいでしょうか。間違いありません。はい、うん、そして嵐洋一さんといえば、海外ブラックロードシリーズ、はい、サイズ社の黒い表紙と一時期言われていた、まあ、ある意味一つの時代を作った人ですね、バックパッカーの世界では特に。あ、そうですね。はい、嘘か本当か知らないですけど、海外の日本人宿に行くとファンに会うっていうのはいつも言ってますけど、あれ嘘でしょ。前から丸も突っ込むけど、うん、これはね、本当です。マジっすか。ただ、中南米ですね。ああ、うん、だからヨーロッパとかアジアじゃ日本人集まってるところそもそも行かないのもあるかもしれないけども、やっぱり日本人宿行くとあって、うん、それは何回もありますね。でも昔ですよ、タイでは本当にいつも、うん、串揚げ屋、日本食屋しか行かないじゃないですか。いや、タイは別に日本人屋と行ってないし、日本料理屋は行くじゃないですか。日本料理屋はなんか知らんけどそうなっちゃったの。そこしか行かないじゃないですか。そこしかってことないよ、タイ。芋屋しか行かないじゃないですか。芋屋、そうだね。なんでいきなりタイの話をするの。関係ないの。関係ないですけど、うん、そんな嵐洋一さんと私はですね、もう十数年にわたってネットラジオずっとやっておりますので、はい、ゲスト感は薄いです。はい、普通のコンビとしてトークする可能性がでかいです。一番ゲストさんの中でゲスト感がゼロなんじゃないの。そうね、草加と話す時ぐらいですね。もう草加と嵐さんだから たまにね、友達出てくるとね、なんかこうね、ライトな会話になったり、まあそうだね、後輩とかが来ると、うん、そうなっちゃうね、ちょっと圧かけてるように見えちゃうし、うん、なんかだからリアルに仲のいい人が出ると俺にいいことゼロなんですよね、かもしれないね、うんうん、なんかその揚げ足取るみたいに突っ込まれちゃうから。俺もこの前の見た時になんかゲストに対して失礼だどうのこうの言うけど、別に、まあ知らないからしょうがないんですけど、もうマルコとも20年くらい付き合いで、一緒の番組も15年やってるから、全然普通すぎて、あ、でもまあ、まあまあしょうがないんだな、逆にね、うん、逆ですよ。俺が丁寧に接したら、うん、嵐さん、ゲストじゃなくて、嵐さんに対して失礼ですから。そうですね。丁寧にやったらね、そんな嵐さんの面白くな、するやり方ないじゃないですか。丁寧に接すると嵐さんつまんなくなるじゃないですか。まあね、だから嵐さんも丁寧に。丁寧に返すからね。うん、嵐さんの要素ゼロになるから。どういうことだよ。雑なところがいいんですよ、嵐さん。はい。その嵐さん、でもさっきのプロフィールで言いましたけど、はい、93カ国、はい、はい、行ってます。で、最新刊は、こちら、インド超特急カオス行き、はい、インドを鉄道で一周しようとしたところ、てん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 っていう話ですね。はい。よろしくお願いします。まあ、インドなんて二度と行くかボケの兄弟本ですか。まあこの前一緒にイベントをやりましたし、はい、まあ兄弟もかもしれないですね。あれの続編でしょ。続編で違います違います。さくらさんに怒られますね、うん、はい、はい、ということで、海外ブラックロードという嵐さんの、ね、独自のシリーズからまた、はい、ちょっと経路がね少し違いますけれども、はい、そういう本が出ておりますので、はい、ぜひチェックしてほしいんですが、はい、今回はその93カ国の経験で旅で初めても何年ですか、嵐さん。いや長いですね。30年。いやいや、もっと言ってますよ。いや、一番最初バックパッカーやったのが91年なんで。あれ、でもその前からずっと言ってませんでした。いや、オーストラリア行ったり、うん、留学とかあるんだけど、うん、それはもう普通の旅行とは違うんで。あ、そうかそうか。バックパッカーちゃんとリックしょって、うん、ちゃんとした旅に行ったのが91年、うん、だ30何年ですかね。まだちゃんとリックしょってますよ。俺辞めましたけど。いや、俺も辞めようと思ったんですけどね。まあ、インドの行く場合はちょリックがなんかもうね、バックパッカーとかの、うん、じゃなくていいかなって思って、うん、じゃあいいと思いますよ、はい、うん、コロコロの中でも、うん、でもね二輪なんで、うん、そこだけはちょっとちょっと抵抗してると、うん、なんか気持ちわかりますよ。俺も最初一輪だけにしようかなとかさ。一輪って何よ。何よってよ。そうか、そういうことか。はい、というわけで全然問題に入っておりませんでしたが、はい、いつもこんな感じになっております、はい、普段はね、海外ブラックロードポッドキャスト、あれ今はそうか、海外ブラックロードですね、ですね、はい、やってますんで、はい、そちらの方もね、スポーティファイなんかやってますんで、ぜひ聞いてほしいんですが、はい、僕最近あんま出てないですけどね。忙しいからスケジュールが合わないから、スケジュールお互いに、はい、まあいいですけど、はい、で今回はその93カ国30数年の経験から、はい、導き出した嵐洋一世界を歩く、そして衝撃を受けた世界の激ヤバスラム
いくつかちょっと紹介していただきます。あ、そうですね。僕もね、いろんな国で何か所もちょっと数え切れないぐらいのスラム一応回ってきたんですけど、うん、ちょっと3つをちょっと選んできました。はい、これは順番に、出していけばいいかな。そんな、まあ、パッと思いついたところなんで。はい、うん、1つ目。いずこでしょうか。はい、マニラのね、スモーキーマウンテンですね。はい、それは1995年、うん、で今現在はマルゴンの方がマニラ詳しいんだけど、スモーキーマウンテンってないんでしょ今。場所が同じような意味合い、うん、埋め立てというか、うん、の場所っていうのはございます。で、新しいスモーキーマウンテンみたいなこと言われてます。旧スモーキーマウンテンはまだ存在はしてますが、完全に埋め立った状態なので、もうそれ以上やること何もない感じと言われているんですが、ですが、がっつり村ができてましたね。はあ、そうなんだ。はい、で、その周りにトンド地区のスラムがバーッと広がっているんですが、うん、ですが、僕もちょっとこれ、未確定なんですけど、あ、そうですね。分かってないところがあって、うん、さらにそこが、うん、この後説明していくんですけど、はい、まあ、そのあたりはちょっとまた、ちょっとおいおい話しましょう、はい、うん。はい。ということで、スモーキーマウンテン、1995年、いいですね。いい時代ですね。いや、ちょうどね、テレビか何かで、マニラにものすごくゴミの山でできてるスラムがあるっていうのを聞いたんですよ。見たのかな。それでマニラ行った時に、絶対ここは取材というか写真撮りに行きたいと。うん、で、そしたらやっぱり地元の人に聞いても、あそこ行くなっていう話が、僕があるパターンで多いんだけど、とりあえずタクシーのドライバーと話し合って契約して、と連れてくれてたら、やっぱり嫌な顔されたんですけど、なんか治安というより、匂いが嫌だっていうんだけど、まぁ、あ、ちょっとお金弾んで、連れてくれって分かったっつって、で、タクシー乗って行くんですけど、トンド地区ってでかいですよね。まあ、それにまず最初驚いたんですって、なんかスラムがもうスラムなのかな、ずいぶんスラムがついてるなと思ったら、ほとんどって言って、ここで、下の層に住んでて、つって、でっけえな、ここすでにスラムいてるじゃないと思いながら、トンド地区の奥に行ったら、急に据えたような、もう腐ったを通り越した、据えたような酸っぱいような強烈な匂い、もう頭クラクラするような匂いが来るわけですよね。で、あ、すっげえなこれと思って、でタクシーの運転手はもう鼻なんかマスクみたいなのして、はい、でそこ降りて、写真を、撮り始めたんですけど、そこ普通の道になってるんで、普通に道路になってるんで、通る地元の人たちはみんなバイクの人も鼻を押さえて通って、でもそこにたくさん人がいて、みんなそこでゴミから鉄靴とかいろんなもの拾ってんですよね。拾ってこう缶の中に入れて、でも上半身裸ですよ。で、なんか汚い川もあって、もうものすごい汚いですよ。まあ失礼だ、汚い川。その横に掘ったところがあって、こう眺めてて。そしたら、やっぱりそこのね、川に飛び込んで子供たちが遊んでるんですよ。結構それに衝撃を受けて、この川でこんな風に普通に子供たちが遊んでる。はっきり言って、まあものすごくあれに人体に悪いですよ。でも、そこまで行ったんだけど、いや、そういうこと思っちゃいけないんだなと思って、まあ、その人たちはそこで一生懸命生活してんだと思って。で、まあ一生懸命写真を撮ったんですけど、なんかね、切ないというかね、なんかそこで生活してる人はそこしか生活の当てがないんですよね。そういうのを拾ってそこでどっかに持ってってお金に換えるみたいな。で、僕はこうカメラ、まあ、調子こいてなんていういい被写体撮りたいってあるじゃないですか。でこう撮ってたら、一人の少年がずっと俺にガンを飛ばしてきて、なんかこっちに攻撃を加えるような目じゃなくて、なんか強い意志を持って、まあ見せ物じゃねえぞ、うん、的な感じですよね。なんかすげえ辛いものを感じて、俺、うん、カメラちょっと撮れなくて、うん、まあ、そこはもうちょっと置いたんだけど、うん、なんか失礼なことしちゃったなとか思って、うん、でそこ2日か3日ちょっと通ってたんですけど、でその何年後かに移ったのかな、どっかそこを。そうですね、うん、だからそこがね、やっぱり未だに、もう95年で すごい古いんだけど、まだ未だにやっぱり匂いがこう残ってますよね。思い出としてっていうか、あの場所は今オールドスモーキーマウンテンって言われてますね。確か僕も何度か行ってますけど、木もすごいでかいですし、うん、アラサ行ったみたくエリアとしても大きいですよね、うん、でトンド地区自体がすごい大きいじゃないですか。でかいね、うん、港からちょっと内陸の方が全部カバーして、うん、でその周りのスラムとかもやっぱり今も残ってますよね、うん、今なんかね、でも結構綺麗になったって話は聞きます。コロナの間に結構あの辺変わったって、俺コロナ前までなんで通ってたの、うん、コロナ後がどうなってるのかまだちょっと見てないんですけど、うん、はい、ちょっとね、また
2024年はちょっとスラムっていうよりはこうフィリピンにまたね行こうかなと。俺やっぱその今アラサの話も出てきましたけど、フィリピンの人たちタフじゃないですか。なんだか言ってタフですね、うん、スラムで育ちの人たちもタフだし、うん、だそういう人のパワーっていうんですか、うん、は結構好きなのと、うん、あのスラムとしてもなんですけど要素が全部揃ってるっていうか、うん、あの島国独特なんだと思うんですけど、いろんなものがだから町ごとにまとまるんじゃなくて、うん、一箇所の町で全部あるから、うん、まあ僕のテーマで言うと、はい、まあ、スラムと犯罪とあとはそのまあ町のあのいろんな施設やら何やらそういうとにかく一つがマニラってぐちゃっと入ってるじゃないですか、うんうん、そういう意味で僕の中で結構完璧に近いそのカオスがある街、うん、まあ、発展もしてるし、うん、だからまあマニラっていう街はすごい好きだったんですけど、うん、今大好きですけど、やっぱ行くまではちょっと食わず嫌い多かったですね。このなんか抵抗ありませんでした、フィリピンって。なんかあの昔アラさんとも話したけど、なんかいまいちこうハマりきれないみたいな。今でもハマりきってないです。あ、そうなんだ、うん、アラさんはあんまりお好きじゃなかった。好きじゃない、うん、僕大好きなんで、ね、うん、また行きたいなと思ってます。だからまあこれが来たのはなかなかいいかなと、うん、僕的には思ってますから。はい、まず一つ目です。はい、そうですね。はい、二つ目どちらでしょうか。中米のねガテマラの、首都のねガテマラシティの、川沿いにね、うん、お墓みたいなのがあって、うん、そこの奥にスラムがあったんですよ。でそこに行ったスラムなんですけど、それなんてスラムなんですか。名前がちょっとね、名もなく出てこない。名前出てこない。あれ俺、中米ブラックローに書いたな。記録的に売れなかったやつですか。中米ブラックローは文庫にもなってませんし、売れてないプラス、もうめちゃくちゃ攻撃されましたからね。真面目な人たちから。うん、ね、中米研究してる真面目な人たちから攻撃されましたからね。それは書くな、母数が少ないからですよ。そうそうそう。研究者も目に入っちゃうぐらい、そうそう、研究者取るんだよ。中米に関するね、資料がないんですよ。ないから。ね、マジでね、俺今、中米とかも含めて本書いてますけど、資料がね、うん、あんほんとなく、な、うん、学術的なやつあるんですよ。そうだね。と並んで、嵐洋一の中米ブラックロードがね、検索されてるんですよ。参考文だよ。で、真面目で冗談通用した人は、あれに切れちゃうわけですよ。書いてある内容に。ね、それぐらいね、いわゆるマイナーなエリアといえばマイナーなエリアですよね。うん、そこのスラムなんですね。そうです。はい。これは、はい、ガテマシティにある日本人の方が住んでて、その人にガイドを頼んで、ちょっとガイドがないと、いかんせん、ちょっとスラムの場合、ちょっと危険なので、どういうものかわかんないし、で、彼に頼んで、行ってきた感じですね。で、スラムを、でも、そのスラムは結構ね、ちゃんと形成されてて、不法移民というか、田舎から来て、戸籍もない人たちが集まってたのかな、うん、で、けど、町として成立してるんですよ。自治体があって、うん、で、さらに、困ってる、本当に困ってる、旦那がいなくて、子供がいるって、本当困ってる人にはみんなでお金援助したり、政府と掛け合って電気を持ってきたり、いろんなことやってて。本当に共同体として成立してるんですね。うん、はい、で、その町の人とも、自治会長の人とも話したんだけど、いろいろそういう話を聞いたり、で、あとやっぱり、で、治安の方もね、気になるから、治安はどうかって聞いたら、やっぱりもう、そういう人たちが集まってるから、泥棒働いたり、うん、何か街で悪さしてるやつは、ルールとして追い出すと。だから必然的に中の治安を保たれてるっていう。あ、でもすごいなんか、すごい、ね、いろんなスラムとか言うと、いろいろこう、固定概念があるけど、普通の街、果たしてこれスラムって呼んでいいのかとか、いろんなこと思いながら。うん、で、そこまでは良かったんですけど、そこまでいろいろ取材とかして、うん、そうするとちょっと面白いとこがあるからって、その地元の人が言ったら、うん、下にちょっと小高い山になってて、その下崖みたいになってるんですよ。うん、その下崖の下からに川があるんですよね。うん、で、そこ行くといいになるぞみたいなことが、その自治会長が言われて、で、うちの村人、そのスラムの人たちが働いてるっていうから、で、下に降りたら、川で、まあ、そんな綺麗な川じゃないんですよ、うん。川でなんかみんな一生懸命拾ってんですよ。うん、貴金属みたいな。で、何やってんですかって聞いたら、いや、結構金になるって。いや、何やってんですかって聞いたら、いや、この一帯では、身元不明の遺体は、身元不明か本当はわかんないですよ。本当に死んだ人、亡くなった人かもしれないけど、身元不明の死体が、遺体は、白い布でくるんで上流から流すような習慣があるらしいんです。うん、でやっぱりその亡くなる時にあの世でもちゃんとねいろいろあるのに指輪とかネックレスとか金属をつけて
例えば男性だったら時計かもしれないし、うん、でそれをつけて身につけて、流すっていうのがあるらしくて、うん、で結局遺体が流れてくるじゃないですか。自然的にそういうのがそういうのを求めて、結構あるらしいんです。身元不明遺体って言ってましたね当時ね。おそらく身元不明か上の人のなんかなんとか族かなんかの亡くなった人だと思う。まあまあ、俺の身元不明って当時の資料だと書いてましたね。うん、まあまあまあそうですね、うん、はい、まあまあまあそこもね言ってもしょうがないですけど、まあ、その貴金属を、まあ、ドブさらいみたいな感じですね。そうです、あのスラムでよく見る風景のドブさらいあるじゃないですか、あれのもう本当に狙いすました貴金属って感じなんですよね。でそこのね、あの崖の下とかにもうテントみたいなの張って、要するにもう一日中働いてる感じで、よほど金になるのかよくわからないですけど、けどやっぱりそこもね、あの危なくて、急に上流で大雨降るじゃないですか。大雨降ったらそんな警告ね、警告もないし、そのまま流される例もたくさんあるらしくて、いやすごい危ないんだよみたいな、これあの嵐さんその時の動画が、動画もありますね、確かね、はい、じゃあちょっとね、挟んでいただきたいと思います、はい、そちら見ていただいて、はい、まあ、ところで多分普通のなんか川沿いでなんか漁ってる人たちがいるみたいなイメージだと思うんですけど、うん、まあでも本当スラムではそのドブサラをよく見る仕事の一つですが、うん、ここに関して言うと、まあ、そう貴金属狙いで、しかもちょっとこう場所がね、あのそういう渓谷というかそういうところだから、上流からの鉄砲水とかもあることもあると、うん、まあね、中南米は天候変わりやすいですからね、うん、で一気にあのそういう鉄砲水が来ることありますからね、そういう意味で命がけの仕事ですよね。うん、頑張ってます。わかりました。そしてでは3つ目いってみようと思います。はい、はい、3つ目何でしょうか。2011年に行ったんですけど、うん、ペルーのね、リマ、首都リマのスラムですね。マルゴも行ったことあるんでね、リマの。リマはないんじゃないですかね、はい、そこはリマをちょっとね、スラムだらけで、結構まあ治安は、あの最近ちょっと経済発展して、金持ち層も結構いて、高級住宅地もあるんだけど、スラムも多いんですよ、うん、で貧しい人たちが自然的にいるんですけど、そこのスラムにねちょっと取材行ってきたんですけど、なんか最初行った時はね、普通の街と変わんないんですよ、うん、一応地元の人とかそのガイドの人はここはスラムだよって言うんだけど、僕たちから何も言われなければ普通のなんかちょっと地方の街みたいな感じですよ、うん、あ、こういうのもスラムって呼び方するんだなと思ってて、うん、で彼らがまあちょっと一応取材に行くって言ってるから、じゃあちょっと犯罪者が紹介してるよっていう感じだったんです。いや、犯罪者紹介するなんだって聞いたら、いい言い回しですね、犯罪者紹介してやるよパッと思って、だから10代の少年窃盗団、強盗団、窃盗団かな、紹介してると。でなんかね、元刑務所に入ってた男がいて、うん、彼がなんか仲介役になってくれて、彼らと連絡取り、で取材に応じてくれるらしい。その代わりちょっとこのぐらい謝礼払ってくれて、いや全然いいよっつって、で来たんですけど、まあ普通の少年、ちょっと不良っぽい少年たちが来て、まあインタビューに答えてくれたんですけど、ただ10代、まだ14から18、9じゃないかな。ただ話してるとなんかちょっとかわいそうになってきて、この女子ならどうだと思うんだけど、なんか彼ら生まれた時から両親がいなくて、なんか洞窟とかで寝泊まりとかして、なんか政府とかもそういうのを面倒見てくれないし、それでやっぱりその暴力振られることもあると、変なマフィアの上の方からなんか暴力振られて、これやってこいとか言われたり、うん、で自分たちが生活するので困るから、盗みをみんな、まあすごい悪いんですけど、観光客とかなんかから6人ぐらいで囲んで物を取ると。で怖くないのかって聞いたら、いやすごく怖いんで、
あのマリハナとかマリハナだけじゃなくていろんななんか麻薬をやるみたいな怖いからやるって言ってて、ですぐ手に入るのって言ったら安い金でいくらでも手に入ると。で、あのいやでも襲ってて怖くないのって聞いたら、いやあの一回襲ったらあのマフィアの結構上のやつだったらしくて、たまたま襲ったのがで復讐は怖くてずっと震えてたよとか、まあ、そんなことを言ってて、あとなんかね、まあ一応聞いてたんですけど、あの東洋人はやっぱり日本人とか中国人も結構住んでるんで、中華系の人も、東洋人を狙わないないのって一応言ったら、あのもう面白いですね彼らね、あのだってみんな日本人ってあのね空手とかカンフーやってんだろ、あの怖いやつやっぱ言われますよね、やっぱりジャッキー・チェンとブルース・リーって言ってましたよね、だからみんなやってると、要するに中国人、彼らの分かると中国人と日本人は同じなんですよ、あの同じで、東洋人って見るとみんな空手カンフーやってるってイメージがあって、もし自分が一人でも来たらもうブルース・リーみたいにやられると、その恐怖があると。で、聞かれたんですよ、あの、なんで日本人ってみんな、あ、そうなんだって聞いて、だって日本人ってみんな空手とカンフーやってんだろうって聞かれ、空手やってんだろうって聞かれたから、俺はやってるよって答えて、あの、襲われないように。襲われない。いや、帰り襲われるかもしれない。やってないとかやってないよ、みんな。やってるのは一部だよって言ったらさ、奴らの頭の中ではさ、よし、今度から東洋人もいいってなっちゃうじゃない。その、なんかそれを防ぐために。僕でもこういうインタビューの時に、はい、その返ししづらいですね、僕思い切りやってるから、うん、そう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 じゃあいやそういう風に言って、うん、お前でなんかお前体格いいけどやってんのって、うんやってる、これやっぱやってんじゃんってことがよくあるんでやりとりましたよ。でも一番困るのはマルゴンはいいけど、俺がそのじゃあちょっと一番わかりやすいようになんかこれを割ってくれとか、うん、ビール瓶をやって、いや本当やってるやつって できちゃうじゃん、やってくれとか言われるのが一番困るから、その時どうしようかなと思ったんだけど、それは言われなかったです。 あるじゃないですか、これじゃあ割れるだろうみたいな、一番わかりやすいじゃない。2回目蹴ってくれって俺が言ったら、あの普通に相手も上手にハイキック蹴ってきた時に、なんだとレベル高いなと思いました蹴れるんかいと思ってお前もと思ってなんかそういう、ああなんかあのハイキックできねえよとか言われてそれで終わると思ったんですよ。分かったっすよ、できるできるんじゃない、それちゃんとパンツが受けましたよ、受けましたけど、あのなんかそのなんていうかな、あの日本じゃない国のそういうストリートファイトのレベルの高さを通過しましたね、まあ、そこはいいんですから、まあまあまあ置いといて、でもそのそんな少年たちですけど、ちょっとあれでしょ、悲しい感じだった。いや悲しいっていうか、ま、今でもねまだねすごい覚えてるのが、あのやっぱり最後になんかガイドの人も最後になんか夢ありませんかって、まあ、聞くじゃない最後の彼で、俺もなんか彼らちょっと同情してきて、大丈夫なの彼らのねこれからっつったら、でじゃあ将来の夢をちょっと聞かせてくれって言ったの。将来みんなの夢を聞かせてくれって、普通だったらサッカー選手になりたい、金持ちになりたい、社長になりたい、結婚したいとか、円満な家庭とか、まあいろいろこう考えるじゃない、そうだよね、そう願いたいじゃない。そうしたら一人の黄色い服着てる少年から、俺で、あの夢はね、あのキャッシュカードを盗むことだよ。はどういうことって聞いたら、だってキャッシュカードを盗むとお金下ろし放題だろうとか言って、それであともう一人のやつが立つように、あとね、車のキーも欲しいなという発想、車のどの車が欲しい、頑張って買うとかじゃなくて、車のキーが欲しいっていう、その、あ、そういうふうな感じなんだなっていう、夢がそれなんだなっていうね、ちょっと複雑な思いで、でもそれは自分が聞いた事実だったんで、もうその事実を言うしかないんで、なんともできないんだね、僕はね。ちょっとまだまだ覚えてますね。話をしてくれた少年たちの写真とかね、これ出てるかもしれませんけど。あ、そうですね。それ見つつね、余計ちょっと、はい、顔を見るとね、余計ちょっとその、置かれてる現実の厳しさってのね、痛感しますよね。まあ、そういう意味ではやっぱ嵐さんがね、チョイスする忘れられない衝撃の激ヤバスラムっていうのに入るのわかりますね。はい、あの子供たちの夢が、あのそれぐらいっていう、そういう夢をしか持てないってことは、そういう環境にいるってことなんですよね。だからヒュース、広がりがね、ないというかね。ちょっと悲しく、ちょっと今でもまだ、あっていうのを思い出せますよ。ですね。はい。なんかね、嵐さんとね、いつもこういうスラムがどうしたこうしたみたいな話はしてるんですけど、はい、まあ僕らもキャリアがね、長くなってくると、振り返ったり総括することが増えてきましたが、はい、今回挙げたのは、すべて、まあ10年以上前の、まあそうですね。に訪れた場所だったりもするんですよ。だから今、現在は変わっているかもしれません。
でも、その時代、そういうことがあったということは、本当のことなんでね。僕もちょっと前に、2、30年前、うん、僕はこの街がちょっと今やばくなってて、みたいなレポートをしたときに、うん、はい、2、30年前に言ってた人が、そんなに治安悪くないって言ってきたんですよ。あれ、わかる。そういうズレっていうのは、本当あるんで、うん、ありますね、本人の中では昨日のことだけど、うん、街は常に動いてるんで ね、 そうですね、僕らはあくまで嵐洋一が見たということで今回は、うん、くくらせていただきました。なので、今現在の姿とはまたかけ離れてるかもしれませんが、そういう時期があったということをね、念頭に置きながらちょっといただけるということでございました。どうもありがとうございました。はい、インド超特急よろしくお願いいたします。 Amazon 概要欄に Amazon のリンク貼っとくんで、興味ある方はよろしくお願いします。